った始まった。あの前回に引き続きね、アシェットのポインターを作りながら、うん、ちょっとトッチーさんにアシェットのポインターが欲しい人はこんなも欲しいよというやつを作っていこうというので前回ねやりましたよね。はい、今日は何を作っていただけるんですか。このウレタン製の、うん、ウルトラ警備隊 のヘルメットの、うん、まず防体を作ろうと、うん、元になるヘルメットの形をね、はいはい、土台ですね、はいはいはい、をまず作っていこうということなんですけど、なるほど、それが一番難しいような気がするな。うん、まあね、うん、何個かやったら慣れてくるよという程度で、うん、あの要はマタルドルからカーブをつけて球体にするのが、うん、まあ結構ハードル高いかもしれないですね。でも一回覚えると簡単だから、うん、でもできるようになったら次々作っていけますもんね。そういうことですね、うん、だから仮面ライダーだって、うん、こういうザマンだって、うん、あ、なんだっけ、あの忍者舞台、こうやって全部これ基本は一緒なんですよ、うんうん、ということはこのチャンネルで、うん、トッチーさんが教えてくれるこの内容をしっかり身につけたら、そういうことです。もう自分の好きな戦隊もんのヘルメットでも、うん、それでもっと言うと、うん、自分の頭って、人間の頭って大きさ違うから、違う違う、自分の頭用の、うん、まあ、例えば1個作ってみる、うん、とここがきついな、うんうん、だここはあと1センチ伸ばせばいいな、うんうん、で1センチ伸ばした後作ってみて、うん、これでいいや、うん、で今度下をちょっとつぼめよう、うん、とそれがベースマスクができたら何でもできるわけですよ。あー、自分用のね、はい、それこそマンモスコングも作れるし、ゴジラにもなれるしという、うんうんうん、つまり顔とそのアウターとの間に入るものがコアができればいいわけだから、うんうん、そうか。これ柔らかいから、この素材なんでしたっけ。これはね、ジョイントマットって、これはダイソーなんですね、うんうん、あの要は風呂場とかさ、うんうんうん、あとあのなんか運動する時のヨガの下に、はい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 、こうやって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 、これはどこでフレーム入るね、うん、こうやってつないでいけるわけですね、うん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 、なるほどね。でこれで1枚100円、これ包帯一つ、あのヘルメット作るのこれ何個ぐらい使うんですか。あのね、大きいやつは1枚じゃちょっと足りないんだけど、今から教えるちっちゃいやつは1枚で入るはず、うん、でちなみにあのこの小さい方が、うん、シックスカーさんはこれがちょうどいいんですよね。かぶれるから、だから要は普通の大人だったらこれで大丈夫、うんうんうん、で僕がかぶるとちょっときつい、きつい、うん、かぶれるけどね、うんうんうん、かぶるとね、かぶれるって言ったらこのぐらい、うん、あ、十分じゃないですか。うん、だから十分なんだけど、うん、この辺がちょっとね、うんうんうん、あれだけど、まあまあかぶれます。いや、なんかね、今のね、新しいっていうか、その今風のヘルメットでちょっと分厚いじゃないですか。全部 ね, ね。だから、今風のヘルメットをベースに作ると、かっこ悪いの。うん、ですよね。はい、ああ、そういうことやな。だからヘルメット好きとしては、あれは許せない。うん、なるほど、そこはこだわりなんですね。あ、だから、後の方のウルトラマンの、うんうん、に出てくる、うん、あのヘルメットってみんなでかいじゃないですか。でかいでかい、なんかゴワゴワしてますもん。わ、うん、かりました。じゃあ早速で、まあこのとりあえずだからこれで100円、100円で気をつけてほしいのが、うん、ダイソーへ行くともうちょっとちっちゃいこのくらいが2枚で100円っていうのもあるんですよ。はい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 、見たことある見たことある、うん、だからあの大きくて、だこれ、うん、これ何センチだ、うん、50ぐらいですか。45センチ角、だからもう一個は30センチ角だって、45センチの、うん、やつの方がジョイントマット、うん、いや、これを買ってください、うん、で、まあとりあえず1枚、うん、あります、うん、よいしょ。で、型紙がね、こんな型紙なんですよ。こんなのね、切って用意しとけだよね、バカ野郎お前。いや、でも型紙が一番僕は難しい気がするなぁ、うん、でもね、まあこんな形だから、もしまあご希望があれば、うん、私はできないけど、うん、欄外の、はい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 、はい、有料とは言いません、無料で出してあげますから。ほんまですか。え、大きさとかこう、それを見たらみんながその型紙を作れるということ、うん、だからそれをプリントアウトして、うん、で、ここら辺に、うん、なんか何表尺をつけとくんで、あ、はいはいはい、これが5センチになるように、うんうん、コピーで拡大してくださいと。あ、なるほどね、うん、はい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 、そうするとできますよと。じゃあ、 動画のこの動画の説明欄に貼っときます、うん、で、これが横ですね、うん、で、これが上ね。ちょっと僕今わからんかった、これがヘルメットの形に見えるじゃない、こっちがね、うん、横でこうなるわけですね。4枚貼り合わせっていう感じでしたもんね、うん、で、これがだから右側の半分、こっちが半分ですね、うん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 、で、これが裏返しになると、こうなると左側の半分になるわけ。なるほど。それで、ここにこういうへこみがありますけど、これこう線引いていくと、カチンと落ちて、カチンと落ちて、こう点々がつきますから、それとそれとがこう貼り合わせるときに、目印になる。あ、そう、当て印になるわけね。はいはいはい、後ろセンター、前センター、そうですね。だから、こう縫っていくと、ここが1番で、うん、1番あって、2番があって、うん、3番があって、4番があって、後ろを、うん、で、これ貼るときに、まあまあ、まあまあ、先々教えますけど、うんうん、ちょっとずつ慣れましょうという、うん、です。はい。
それで白でしょ、ヘルメットが、うん、だから白だからこれにあんまり濃いもんで筋をつけると映っちゃうんだ、浮き出てくる、何本塗っても出てくる、はい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 、なんでとりあえず鉛筆、これは 2H かな、まあ何でもいいんですけど鉛筆、あれ柔らかい方がいいかもしれない、あ、B とか、うん、でまずこの字の書いてある、まあ 表裏と例えば左、うん、あ、右左ですね、うんうん、まあ、できるだけこう隅っこから、うん、っていう、でまずこれだからこう A 面をやって、はい、でつきましたね、綺麗に描けるもんですね、これで例えば裏返して 裏返して、うん、まああんまり近いとね切るときめんどくさいんで、うん、まあ適当に間を開けて、うん、でもここはどうせ使えないから、うん、もっと開けてもいいんだけど、うん、あ、そうかそうかそうか、使えるんだけどちょっとここで考えて、うん、ここにもう一枚来て、うんうんうん、こう来るんだから入るよね、うんうんうん、まずこれを確認しておいて、そういうことか、ってことは100円で包帯が1個できるってことですね、そうです、入りました、で要はこれでできますね、はいはいはい、でこれがだから右 R ですね、うん、でこれが L ね、でこっちが R ね、あそこちょうど、うん、ちょうど入るわ、入るでしょ、なんでちょっとちっちゃくしたんですあれ実は、あ、発泡ウレタンって膨らむから一回り大きくなるんですよ、それで型取って作ってみたら、はい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 、はい、うん、あ、これもうちょっとちっちゃい方がいいやってんで、もともと取った革のね、型のね、うん、95% ぐらいに縮小したんです、うん、でそれがこれなんです、うん、でこれが、R ね、 R ね、で R でこれがこっちが後ろなんです、うん、あ、それ書いとかなあかん、後ろ側はバッテン、前側のセンターがまあじゃあ丸にしときましょう、うん、でこれがこうでしょ、でこれがこう、こう裏返して、でこれあれですよね、何回か作って失敗しても100円ですもんね、そういうことです、これお父さんが子供ちゃんに作ったらもうお父さん大ヒーローになりますよ、ヒーローですね、で近所の子供たちから作ってって言われますよ、でこれが、R でこっちが L ですね、うんうん、でこれはまずできました、はい、今日使う道具は、うん、まず鉛筆、鉛筆ですね、はい、それからカッター、カッター、 Gボンド、 Gボンドを伸ばすための、まあ、ヘラそんだけ、これ あとだからあのヒートガンね、あ、うん、要するにぬくめてこう膨らます、膨らます、まあ、膨らます、うん、でまあこの辺もダイソーで揃うだろうと、うん、 G ボンドも今ダイソーで売ってるもんな、で G ボンドもあのもっと大きい瓶があるんですよ、はいはいはい、チューブでも、はい、で本当はその方が割得なんだけど、ね、僕はねこれが愛用なんです、あれでしょ、そういうのがちょっとずつ出せるの、ああ、だから口の大きさのことですか、そう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 、だからこれをこれダイソーで売ってますから、いっぺん行くと10個ぐらい買ってくるわけですいやでもそれ分かりますわ、僕も、うん、ジョボッと出るとどっかへつくと汚くなるじゃないですか、そうそうそう、なんで僕はこれを愛用して、で本当はね G10 っていうのがあるんですよ、ほう、G10 の方がいいんだけど、プロはプロ仕様なんですよ。でも G17 の方がどこでも買えるんで。え、どう違うんですか、10と17と。あのね、G10 の方が緩い。うん、緩い、サラサラしてる。サラサラしてる。うん、そうそうそう。G17 の方がドロッとしてて、ただ、接着力は G17 の方が多分強いと。で、まあ、後々この栃木チャンネルで、革工芸とかね、はいはいはい、お教えしようと思うんですけど、うん、あれも僕は基本的に G17 を使うの、この接着剤を。革つくねや。もちろん、だってここ書いてあるもん。ああ、そうか、そうか。合成ゴム四角だ。そうか。これを使います。で、話はここに戻ります。うん、で、これが、外には、要はダイソーなんかのでいいんだけど、うんうん、ブレードだけをちょっといいものを使いたいと。うん、で僕がよく使うのはこのオルファのあの鋭角の30度のやつですね、そうです、これが僕ご愛用なんですよ、これってね、うん、あのこの30度の鋭角の刃だけ買ってくるじゃないですか、うん、そしたら例えば100均で売ってるような、グリップにつけられます、つけれるんですかこれ、はい、これ専用のやつがあるからそれかなと思って、専用のやつ、あの銀色のやつでしょ、うん、そうそうそう、あれね手が痛いんですよあー、なんか角張ってますもんね、細くて、うん、なんで僕は割とこういうねちょっとオルファの太いやつとかを使うんですけど、うん、まあこれ今ちょっと、まあ、もったいないけど、うん、書いちゃおう、ウレタンを切っていくと、うん、切れ味が落ちてくるんですよ、う
でも切れ味が落ちてきても別にその減ってじゃなくて、うん、なんかね油がつくみたいな感じなの。あの日本刀でそう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 ね、あれ切ったら何人かしか切れない。向こうの、うん、あの造形の連中がやってるのはダイソーなんかで包丁研ぎのなんかこうヤスリみたいなの売ってる。ありますあります、セラミックのやつとか。ああいうのでシャー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 、あの CRC かなんかちょっと吹いてシャー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 ってやるんです。確かにそれをやると切れ味が戻ります。うーん、で特にあのもっと太い、うん、あのシックスカツさんはこれをよく使われるけど、これよりもう一個太い、ありますあります、あれなんかが特にねドーンと切れが落ちるときあるとそのちょっと研いでやると、うん、切れ味戻りますよ。ああ、いや僕元肉屋なんで、うん、あの僕らも油研ぎ、あの油取りっていうか、あの棒みたいなやつシャカシャカシャカってやってます。あれです、はいはいはい、このウレタンボードの、これウレタンボード同じものですね、うん、切り方っていうのは例えばここからここまで切ろうとするじゃないですか、うん、そうするとここからナイフを入れると、うん、ここが汚くなるんですよ。あ、はいはいはい、なんでちょっと手前から入れといて、うんうん、シューッとここに沿わせて切って、なるほどね、とこう綺麗に切れるでしょ、うんうんうん、でまあここからこんでくるとここからやるとまたここからで、うんうん、ちょっと前から入れといてシューッてシューッてやるとこう綺麗にこう、ほら、あ、まあ捨て切りというかあれですね、うんうん、あのチーズ切るぐらいの、あ、とこういうふうに綺麗に切れる。きれい、ちょっと切り口見せてください。いや本当だ、きれいで、うん、あのね実はこれ僕にとって今やりづらい方向なんだけど、うん、あのこういうねコンパネにこれあの、うん、カッティングマットがついてるわけですよ、うんうんうん、でこれをねこうやって膝に抱いてやるんです、うん、そうすると真上から切れる。こうやってちょっとこれこっち持っていきましょうか。取れる取れる取れる、真上からいける、うん、ここにあると立ってやればいいんだけど、うん、立つのめんどくせえから、うん、座ってやるときにこうやって、うん、あのうちはあのリビングのテーブルを夫婦で取り合いこするんで、うん、僕の番になったときにこれでこうやって例えばこうやってね、うん、で切るときに、うん、こっから切ってってこうこで一番切りやすい位置ってのがあるわけで、それに合わせて何でもだけどこっちを動かすわけね、うんうん、そうですね、もしくはこっちを動かすわけね、はい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 、なんでこれなんかでもこっから、うん、だからこっから本当はあれ切ればいいんだけど、うん、この辺にザボって入れといて、うん、そこにゴンと当たったのが分かったら、うん、ここから切り始めて、うん、シューッと切り始めて、うん、こう持ってみたいですか、うん、とこの辺まで来るとちょっと行きづらくなりますよね、うん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 、と突っ込んだままズルズルズルとこう上げちゃうわけです。はいはい、抜かないね、抜かないで、ね、うん、ずーっと来て今度こっちが回ってるわけね、うん、こっち側が回っててなるべくこの刃物はまっすぐ、うん、で、フレームの外まで持ってってるとこう。はぁー。で、まあ、これは邪魔だから、ここからまずザバッと切っといて。はい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 、はい。よいしょ。ほら、これいい加減に切ったらもうこんなに切っちゃうんですよね。それで、こっから切るとき、今度はここからだから、うん、ちょっと外側から、外からね、と入ってみて、シューッと入れて、うん、で、こっちがこう回ってるわけですね、うんうんうん、でずーっと回ってここからこう上げといて、うん、ジューまたこれ上げといてジュー、うん、また上げといてジュースパッと、まあ、パカッとカッターをほらもう切れ味が落ちてきたでしょ。ああ、そういうことか、うん、油回ってカッターがカッターで切ってる位置は常に大体同じぐらいの位置で切ってる。だから本当に僕ではこのぐらいが一番切りやすいところですね。目からまっすぐ降りてきて、うんうん、でこう動かしたり、うん、こう動かしたりするわけですよ。もちろんこの土台ごと動かす場合もあるし、うんうん、その時にこれがこの底がこれビニールでしょ、うん、ビニール先が当たってると、うん、こっちは動かないわけよね。ああ、うん、そうか。なんでこれもこういい加減とかでズブってやってジュー、このぐらいまで切りますよね、うん、これがこう上がってシューなんでこのぐらいのスピードでできるようになるわけ。すごい。で意外と綺麗に切れるんですね。綺麗だからそう。そうでしょ。トッチーさんやから楽そうに切れるに見えるだけかな。いやいやいや。そんなことない。あのオルフの歯がいいんです。せいぜい失敗してくださいなんだけど。いや本当失敗しても100円じゃないですか。でこれで4個切れるけどよ、うん。はい。で本当はこれがゴミなんだけど、うん、ゴミにしない。しない。何するかというと、うん、これでこう接着剤を打つ時のあのハケを作る。こういう風なね、ハケとかヘラね、ヘラヘラ、うんうん、これなんかこんなようなものをねいっぱい作っとくんです。ああ
なる、わかるわかる。ちょっと欲しい時ある。と、いうかね、あの、伸びがいいんです。おお。これでやると。はい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 。それで次に出てくるのが、はい、あれ、どこ置いた、これだ。うん。これ。何ですかそれ。これは何かというと、うん、まあ簡単に言うと木の玉なんです、うん。別に木の玉である人も何でもない。うん、要は、ぬるっとしたもの。丸いもの。それは何かというと、この板を、R をつけるためにです。はぁ。の、押し付けるもんなんで、うん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 、こっちは、このウレタンボードに負けないものだったら何でもいいわけですよ。負けないというのは硬いということですか。そうそう、うんうんうん。だから、あの、アメリカの奴らはよくね、お玉を使ってる。お玉？お玉、あの、味噌汁をすくう。向こうはドレーンって言うんだっけ。うん、ドレーン、ね、はいはい、こう丸いやつが。あれを枝を切っちゃったり、そのまんまこう板に刺したり。あとは、あの、そのエビリテートが使ってるのはね、本当にプラスチックのね、半球、あの、ガシャポンの、あの、玉の半分の、はいはい、うん、もうちょっと、だから大きさで言うとこのくらいなんですよ。うんうんうん、まあ、もちろんもっとちっちゃいのもあっていいんですよ。うんうんうん、何個があると本当にいいんだけど、うん、そうですね。はい、もう棒がついてて、だから、これは球だけど、うん、半球、ヘルメットみたいになってるのに棒がついてるだけの、やっぱりこんなもんを使ってますから。はい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 。で、別にこれはガラスのドームでもいいし、うん、何でもいいわけよ。え、ちなみにそのトッチさんが使ってるのはそれは何？これはね、あの、別のもんに使うのに、うん、東急ハンズで買ってきた木の玉。おで、これはなんかの丸棒。で、これもなんか、もう本当に捨てちゃうような汚い、うん、で作った。それはあれですか、あの、何、あの、ビスで止めてある、うん、ね、こっちはビスで止めてあって、うん、こっちは穴開けて、なんか接着剤が中で、うん。はいはい、差し込んである、ね。つまり、上からゴンと出た時に、ポキッといかないぐらいの強度、うん。そうですよね。うんうん、で、もっと言うと、うん、これでいいんです。これって。膝頭で、こうやって押して、やる人もいるんです。こうやって。ほら、こうやって押していくだけでね、R がつくんですよ。わかりますか？ほんまや。今何も熱も何も加えてないね。加えないでしょ。ただ、これだと、うん、真ん中しかつかない。このエッジの方が少し必要がありがたいんです。ああ、そうか。うん。あのヘルメットでまん丸じゃないですもんね。うん。というより、あの、ちょっときつめについてくれてる方が、うん、またこれが、あの、戻ってこようとするんで、接着するまで、こう、R がついててくれる方がありがたいんです。なるほどね。はい、はい。それで、次の小道具が、これはあの、ヒートガンという、はいはいはい。まあ、簡単に言うと強力なドライヤーですよね。でもこれ、やけどするやつでしょ。やけどするやつ。ね、350度とか。なるんだけど、うん、まあ、日本製で、5、6000円。そうですね。で、大陸製だと3000円ぐらいであるんだけど、まあ、1個持っとくととっても便利だよという。はい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 、で、今日の作業に関して言うと、例えばヒートプレスで、うん、アクリル板を柔らかくしたりするんだったら、これがないとダメだけど、うん、今日の作業だったら、1キロワットぐらいの、ドライヤーでも大丈夫。うん、あ、そうですか。うん。もっと言うと、ガスの火でも何でもいいんだけどね。温まる。まあまあ、そういうことですね。つまり、こうやって温めてて、ここに出てたら、あちってぐらいの温度だったらいいわけですよ。うん、お湯とかではダメ？お湯はね、濡れるとやばいかもしれない。あ、そういうことか。はいはいはい。温風の方がいいかもしれない。温風の方がいい。で、電源はどこから取れるかな。もし新規に買うなら、うん、一つ悪知恵は、こうやって置けるやつ。ほうん。つまりこうやって炙るときに両手が空くから。あ、ドライヤーでもなんかポンと置けるやつありますね。うん、つまり、こっから空気を入れるやつじゃなくて。ああ、そういうことか。で、まあ今日はあれなんで、手袋を一応はめます。一応、普段はしてないってことで。してないです。あっちーとか言いながらやってますけどね。わかるわかるわかる。それで、なんとなくね、柔らかくなってる、うん。うん。なんか目安みたいなのあるんですか？ああ、いい加減。それはちょっと失敗しながらね、身につけるのかもしれない。甘えててね、このツヤがなくなったりね、あ、焦げたなってわかりますけど。で、こうやって。ほら。本当だ、もう丸くなってきた。その端っこの方を丸くするのがなんかポイントみたいな感じですね。うん。の方が、あと、うん、つまり、直角にしてるから、うん、曲げといてあげないと、こっち側とかくっつかないんですよ。ああ、そうか。で、これが、
くっついてて、うん、バネが入るとここが修正が大変なの。でなるべくこう角をクイ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 さすが慣れてはりますね。慣れてはるで失礼。あ、ね、ちょっと今別のことを、これはこのヘルメットと関係なくないと忘れないし、うん、例えばこういう素材、うわー崩れた、うわこういう素材がありますよね、はいはい、そうするとここになんかこう点々こうのハッチみたいなのつけたときたじゃないですか、うんうん、ちょっとカッターでね、うん、ちょっとこう筋を入れるわけですよ、うん、でこれ炙る、炙る、おね、どうなったの、いや縮むんですよ、あ、そういうことか。はあ、僕切り込み入れたのかな、違うんや。そう。こういうこともできます。で、こういうとこによくほら、点々こうやって宇宙号であるのに、あれってこうやってやるんです。うん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 。はあ。ただ割とあれですね、細かい作業でビート入れていたらかっこいいですよね。そうそう、あの、要は筋彫りね。そうですよね。あのガンプラとかでもようね、うん、皆さん生かしたりする、うんうん、ああそういうことか、面白いな、てかこういう工作ってね、うん、なんかこういうのが発見があって、あ、これいけるな、使えるなみたいなのが楽しいですよね。これもまあ僕のあれじゃなくて、うん、向こうのあの YouTube 見てると、はいはい、まあ全部英語なんだけど、うん、あの教えてくれるんですよ。なんかね、あの、うん、アメリカは、うん、あのコミコンとかあるじゃないですか、うんうん、武器を硬いもんで切っちゃダメみたいね、うん、刀とか銃とか、はいはいはい、なんでこんなもんをウレタンで作るんだみたいなものでウレタンで作るんですよ、うん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 、見てると、うんうん、だから甲冑とかね、うん、そういうもんならわかりますよね、うんうん、あの剣とかさ、うん、なんかそんなのはね特に柔らかいもん、うん、でもあれですよね、まあ、栃野さんもそうだけど、うん、柔らかいもので作っても硬く見せる、そね、そこやね。なおかつこれお遊びの道具じゃん。まあまあね。外でお前さんに怒られてね、うん、何持ってんだよ。うん、え、スポンジですけど、うん、ならたら、ああ、で済むわけよ。あのね、アメリカはね、アメリカの銃刀法は、うん、本物の銃に見えたらもう法律に触れるんです。あ、そうなんですか。向こうはあれ本物の銃がいくらでもあるから。そうか。でしょ。日本は本物の銃持ってることが珍しいけど。日本は素材が鉄だったらいけないよ、金属だったらいけないよ、うん、格好はもうそっくりのモデルがあるわけ、ここにいっぱいあるけど、これはアメリカに持ってくると銃刀法に触れますからね。火縄銃まで。要は。だからあのよくあの水鉄砲とか買うと、うん、オレンジとか赤のやつってあるでしょ。あるある。あれは改善必要なんですよ。そういうことか。あと銃口だけが赤くなってる水鉄砲とかありますよね、大丈夫。あるって全部輸出用なんです。はあ、なんでわざわざ穴色にするのかなと思って。だから黒なら黒でいいじゃないかと思うじゃないですか。うんうん、なんですよ。そういうことなんですね。と言ってるうちに、まあ一応、膨らみました。できましたね。で、これはとりあえずお休み。はい、それで、L と R と、うん、R と L と、うん、こうなりますね。こういうところがセットですね。うん、こういうところがセットですね。うん、それで、G ボンド使いかけないかな、あれ使いかけ使いかけ使いかけケチだから使いかけから使う、今から貼っていくんですか、うん、貼るとしたら次回に回しましょうか
ちょっともうだいぶ長い時間になっちゃった。はい。はい、そしたら次回は、これを、帽体の形、ヘルメットの元ですよね。その形に、こう、貼り方、またこの貼り方にもコツがあると思うので、はい、その辺のところをやっていきたいと思います。それでは、としさんお疲れ様でした。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。お待ちしております。うわー驚いた。